設定できてるかな。できてる？できてない？タグついた？ライブタグ。わさぴさん決勝ありがとう。ソースイさん、くまちゃん飾り付けくまちゃんありがとう。こんばんは皆さん。あ、間違えた。今日からちょっと待ってね。ありゃ、おりょう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 。今日からテロップ出てきた？どうできたかな。なんさん金のアヒルちゃんありがとう。なにこれ、この花火なんですか、すごいかわいい。ありがとうみんな。どもさん決勝ありがとう。ぽんちゃんキラキラありがとう。 I love you もありがとう。この花火は読めないやつなのかな。なんさん、くまちゃんありがとう。雪だるまもありがとう。そう、今日からニュージェネレーションライバーランキングの決勝戦が24日まであるっちゃけど、そう、それに合わせてそうゆるいべにも参加してみたので、皆さんでもメインはニュージェネレーションライバーのやつ、そう応援よろしくお願いします。そう、このゆるいべは10日までかな。そうで、ニュージェネレーションライバーのやつが24日まで決勝戦があって、そう決まったギフトがあるの。決まったギフトないよね。なんか私が読んだ感じだと普通にギフトか、なんだっけ、レインボースターでしたっけ、合ってるかな。そう、ヤスさん I love you ありがとう。そう、花火がいっぱいある、嬉しい、ありがとうございます。ね、このさ、ライブタグって私設定できてますか。ライブタグさ設定できてる。ライブタグってこれなんか指定あったっけ。トカチンさん決勝ありがとう。その花火は目標達成した時に花火が出る。何の目標達成、すごい、ありがとうございます。早くも目標達成、目標達成したらもらえるってどういうこと。ドマさん、クマちゃんありがとう。シノハートありがとう。そう、ニュージェネレーションライバーのね、イベントじゃないんですけど、ニュージェネレーションライバーのタグ開いたら、そう、詳細が出てくるようになってるね。そうそうそう、ショールームアワードか。シノハートありがとう。あ、レベルが上がっていく、そういうことか。このイベントのね、このイベントにもさ初めて参加するからね、そうそういうことか。それで花火が鳴るんですね。ただいまレベル6です。あ、じゃあ次レベル5になったらパーンってこと。そういうこと、そういうことか。シノハートありがとう。みんなこんばんは。今日はトレーニング行ってきたので髪を結んでます。下ろせません。そう、そのポイント数を達成するごとにレベルが上がる。あ、ここに書いてるやつ、どんどん減っていくやつ、すごい、ありがとうございます。シゲオ007さん決勝ありがとう。ヤス1983さんありがとう。あ、上がっていくのか数字は。くまちゃんもありがとうね、嬉しい。そういう感じなのか。
ジージーありがとう、やす1983さん。レベル20まであります。あ、これってレベル20まで、何レベル1からスタートってこと？そういうこと？やす1983さん、ハートありがとう。しげお007さん、キラキラありがとうね。わ、キラキラ嬉しい。あ、じゃあこれ数字がどんどん増えていった方がいいってことね。すごいすごい。Yes 1983さん、すごい嬉しい。ソリありがとう。今日は8時からにしてみたんですが、皆さん来れるかな。ソースイさん I love you ありがとう。はやぶさありがとう。決勝レベルって普通上がるじゃん。あ、確かにそうね、上がった方がいいか。そっか、なんか今はトナカイが走ね、トナカイ走った、可愛かったよね。ソースイさん決勝、トカチンさん I love you ありがとう。こんばんは。あ、花火だ、花火ありがとう。ポンパカパーンかわいい花火、花火嬉しいよ、ありがとうございます。うんうんうん、そう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 、アバター券と、そうこっちのイベントの方は、そうそうニュージェネレーションライバーランキングと別に参加してる、このこちらの方の、そうゆるイベの方は、そうアバター券と家電のやつですね。そうそうそう、どまえさんソリありがとう。中学期さんキラキラありがとう。すごいなんかこのギフト見るとすごくあのクリスマスを感じますね。ハニマルさん決勝ありがとう。まあスノードームありがとう。やす1983さん、みんなはお仕事終わった？なんかさ、今日っていうか最近肌がいい感じなんですよね。ピンクカメオさん I love you ありがとう。ね、今日はさ、うん、朝起きてから腰が痛すぎてびっくりしてる。トメさん I love you ありがとう。ね、いろんなゲートがあるね、あるよなってわかる。なんか冬、めっちゃ冬を感じる、冬を感じますね配信で。ハニマルさんハートありがとう。自撮りいっぱいしようって、あ、自撮りいっぱいしよう、自撮り冬やからってこと？あ、そういうこと、肌が綺麗だからってことね大事そういうことね。ティンキーウィンキーカラーや、そうティンキーウィンキーになってみた今日。これもファンの方がプレゼントしてくださったお洋服。そうめっちゃ着てる。スクショしといた？いいよ。そうお洋服がいっぱい嬉しい。うん、髪結ぶとさらに素敵って、イエイ。そう髪はちょっとお団子にしてるよ。今日は休みでいっぱいやりながら鶏の水炊き食べたら、さっきまで寝てもった。鶏の水炊き、そう鶏の水炊きってどうなの？勝手にスクショしとくので大丈夫です。可愛い瞬間だけ収めてください。あ、みたらし団子食べたくなっちゃった。みたらし団子大好き。うん。なんかさ、みたらし団子ってさ、あんまり外れなくないですか？なんかお団子屋さんのやつはめっちゃ美味しいし、普通にスーパーに売ってるやつもクオリティ高いよね。
ニヤニヤ可愛い自分だけ楽しんどきます。あ、可愛いの自分だけで楽しんどきます。そうしてください。今日は控えめに、あ、飲酒拝見してます、イエーイ。お酒飲みながら今日も、うん、あ、ピンクアディダスさ、私着てるよ着てるんだよ、着てるんだよ。そう、見せないだけのね、着てるてか最近ね、最近ね、毎日着てるわ。最近毎日着てる、最近ね、毎日着て、あの、運動してる。そう、なんかお家でもちょっとあの動画を見ながら体を動かしたりするんやけど、その時に着てるんだ。そう、ピンクアディダス、真っピンク、かわいいの。白黒のスニーカー、ほんまにどうしようかねって、劇場にあるのかわからんしね。ねえ、なんかさ、そう言ってくれてたけど全然さ、そう届かなかったよね。ご飯粒さん、決勝ありがとう。いや、着てるんよ着てるんよ、最近毎日それが。トカチンさん、ハートありがとう。マッチョさん、キラキラありがとう。11月よりサロンのショールームのおかげでサロンロス解消されてます、ありがたい、よかった、何よりです、嬉しい。ストラドレイトさん、ハートありがとう。今週末ボーナス入るからクリスマスプレゼント送るねって、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、とっても。わさっぴさん、何これ、これさ、これタワーになるのかな、すごい、待ってね、書くね、すごい、嬉しい、ソリ、ソリたくさん、これソリタワーって言うん。靴はね、24センチ、そう、ボーナスは貯金します、貯金してください、貯金してください、冬だもんね、冬のボーナス。まさっぴさん、ちょっと待ってね、これタワーでいいよね、タワーみたいな感じだよね。ソリ、ソリってどうやって書くの、ソリ、待って待って待って、待って、頑張って書く、うーんやばいかもあーやばい、やば、待って、やばい、これは画伯だ、画伯かもしれない、画伯かもしれないけどさ、ちょっと許してほしい。よし、わさっぴさん、スクショしてください、ぜひ見て、やばくない、ちょっと、ちょっとさ、このちょっとさ、ちゃんと書いてねって、ちょっとさ、あの、めっちゃ難かった、あの、ソリと
あれは書けないな。どう？ダメ？ちょっと下手っぴかな。ちょっと下手っぴかも。ちょっとわさっぴにちなんで下手っぴで。1983さん、だるまさん、ありがとう。わさっぴさん、いきますよ。いきますよ。せーの。書いた。どう？ダメ？ちょっとこれがトナカイで、これがクマで、これがソリで、これは帽子。どうですか？どう？ソリとか初めて書いたわ。いいかな。いいですか？わさっぴへたっぴ。そう、イエイ、ありがとう。ありがとうね。わさっぴとへたっぴは何も関係ありません。きっとある。今この瞬間だけはきっとある。ありがとう、ありがとうわん。にしてもこれはやばいね。ちょっと難しかったわ。難易度高かったわ。私がヘタッピみたいに言わないで。いや、私がヘタッピです。わさっぴヘタッピ。情報技術研さん、ハートありがとう。ジータンさん、はじめまして、ありがとうございます。いいわ、よかったよかった。虹色の空さん、決勝ありがとう。嬉しいです。このアバターだと1位の方を加えてるみたいに見えるって。確かに、わさぴさん加えられてるよ。ソーセイさん、小判ありがとう。すごい、なんかめちゃくちゃいつの間にかレベルが上がってる。9までいってる。ありがとうございます。10かな今、9。何層？そう、待って、めっちゃびっくりした。びっくりした。すごい、虹がいっぱい。ありがとう。ちょっと待ってね。チータンさん、ハート、ありがとう。すごい、めっちゃ達成してる。目標達成してる、めっちゃ。ありがとう。虹、かわいい。あ、虹ならさ、かけるよ、さ。絶対うまく描けるわ。ちょっと待ってて。多分ね。あー、ちょっと色塗んないとこれは分かんないな。まあでも。まあ色塗ったらって考えてくださいね。色塗ったらって考えたらめちゃくちゃすごい。うん、色を想像してください。うん、虹、あ、虹十連タワー、卒業の時にこれやりたかったのって。なるほど、卒業の時になかったってことか。よし、じゃあいきますよ。ナンさん、カラフルな虹を想像してください。せーの。ありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと待ってね。色こそ虹の本体だ。そうね。ごっちゃん、雪だるまありがとう。あー、黒曜さん、待ってね。すごい、クリスマスタワー、クリスマスツリータワーみたいな。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃカラフルだよ、めっちゃカラフル、めちゃくちゃカラフル。
めちゃくちゃカラフル。待って、これはどうやって描けばいいんだ。クリスマスツリーを描けばいいのか。ねえ、ツリーってどうやって描くんやっけ。え、絶対違うよね。まあでもこれに、ちょっと待ってくださいね。めちゃくちゃカラフル、カラフルカラフル。みんなありがとうございます。国曜さん、これどう、クリスマス待って、ツリーさ難しいね、描くの。意外とツリーってどんなんだっけ。こんなんですよね、こんなんですよね。国曜さん、クリスマスツリータワーありがとわー。待って、おでんなんて言わないで、今だけはおでんじゃないのよ。精一杯のツリー取れたかな。そう、デコレーションされたね、ちょっとデコレーションされたおでんなんて失礼じゃないか。みんなちゃんとプレゼントも書いたから。こんにゃく3つ違う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 、こんにゃく3つじゃありません。これはクリスマスツリータワーですありがとう、みんなありがとう、嬉しいです。今日は寒いからおでん最高です。そうですね、じゃあみんなはあのこの縁日なんで今日はおでんを食べてください。迷った方は、迷った方や今あのお家に帰ってる方はあのコンビニでも寄っておでんを買って帰りましょう。おでんだね、みんな今日の夜ご飯決まり。こんにゃくじゃなくて三角はんぺん、あ、美味しそう、そっちの方が。ゆうちゃん、ハートありがとう。こんにゃく好きだから食べたい。じゃあまあこんにゃく、じゃあちょっと家にいる方もご飯まだだよって方はまあ外に出るといいでしょう。カースのカーコさん、雪だるまありがとう。トカチンさん、キラキラありがとう。すごい、めちゃくちゃ綺麗、ありがとうございます。嬉しい。今回のギフトは、あ、今回のイベントはギフト何でもいいのって、レインボースターか、そう、ギフトですねって書いてあったよね、みんな合ってますか。そうですね、そう、なんか前回はレインボースターとクリスタルクマちゃんだったんですけど、今回はクリスタルクマちゃんとレインボースターじゃなくて、そう、そんな感じです。多分基本的に何でもいいはず。うん、でも詳細の方にね書いてある。そうそう、国曜さん、ヤス1983さん、レインボースターいっぱいありがとう。晩ご飯でご飯といで炊飯器にセットして戻ってきたらレベル12まで上げて、本当にすごいね、みんなありがとうございます。 UTZ さん、レインボースターありがとう。すごい、花火がいっぱい、嬉しいです。皆さんありがとうございます。浩平さん、ハートありがとう。嬉しい、 UTZ さん、たくさんレインボースターありがとうございます。ゆうちゃん、決勝ありがとう、嬉しいよ。
総帥さん、ペンライト、ありがとう。ショーゴールドを消費したギフト、ショーゴールドって何ですか？ショーゴールドを消費したギフトだから、チャレンジから獲得したもの以外はオールオーケーかなって。あ、チャレンジで、あの、もらえ、全員がもらえるやつ以外はってことね。じゃあ基本的に何でもオッケーってこと？会社の人と面談したら、上司からこう、上司からも後輩からも評価いいらしいっちゃけど、おお、いいじゃん、いいじゃん、おめでとう。おめでとう、よかったよ。そんな感じらしいです。すごいカラフル。もうなんかさ、背景もさ、めちゃくちゃカラフルだからさね。で、みんなおでん食べる準備できました？今日の夜ご飯はみんなおでんですよね。おでんですよね。そんなにサーモンの絵をこんにゃくって言ったんだもんね。みんなおでんだよね今日は。違った、こっちじゃなかった。いい、もうご飯食べちゃったから無理。うん、みんないじった方はみんなもしかしてもうご飯終了、もう食べたって。おでんではない。大根と卵が好きってご飯食べちゃった。もうみんな食べてるやん。もうトンテキ食べた。トンテキ、まごころさん I love you、 ありがとう。さあちゃんご飯まだ食べました。ほらもうみんな食べたって。やっぱさ、8時半ぐらいになったらもうみんな食べ終わってるんですね。おでんは悩んだけど鶏の水炊きにしたって。あ、鶏の水炊きね。だから鶏の水炊きってどんなの？今から晩ご飯をいただきますので離脱します。あ、国陽さんありがとう。美味しくご飯食べてきて、ゆっくり。ザギンでシースーしてたって。ほんまかって。で、ほんまか、ほんまか。飲んでるんでまだまだ食べれます。お、じゃあおでんですね。お酒のお供はおでんありますか、そのお店。これから海鮮鍋食べます。え、海鮮鍋、カニとか雑炊食べてます。え、なんで今日雑炊流行り、最近の流行り、今日なんか雑炊食べてる方多いね。きっとこんにゃく見るたびに今日のことを思い出すだろうなって。思い出してください。こんにゃくを見るたびに私の絵を思い出してくれたら何よりです。めっちゃおでん押すやんって。だってさ、みんながおでんっていじるやん。そう、しかも今日は寒いからおでんちょうどいいって思って。サーノはいつもおでんにデコレーションするんですか？しません。シンプルです。あの、からしとかもつけん。うん、あ、雑炊は体が温まるから。あ、今日みんな寒いのか。どっかでクリスマスツリー見つけてこんにゃくおでんとのツーショット撮ろうかな。撮ってきて。ごめん、あ、そういうこと？セブンイレブンとかコンビニで買ってこうやって撮るってこと？からしつけない。え、からしつけますか？みんなつける？タラとかタイとかカニとか巾着、餅巾着いいなあ。ポトフもあったまる。ポトフ美味しいね。美味しいわね。僕は関西だから牛すじが定番。関西って牛すじやっちゃう。からしつけないね。つけんよね。別にいじってるわけではないですよって。
美味しそうなおでんだなっていう。美味しそうなおでん、これが本当にクリスマスツリーやんか。マストでつける、大人だな。おでんは野菜と魚のすり身の鍋になるんだよって。野菜と魚のすり身の鍋、へえすご。ゆうちゃんありがとう。決勝三角が並んでるギフトなかったから丸三連アイス投げておきました。ありがとう、嬉しい。アイスクリームありがとう、美味しそう。トカチンさん、だるまさんじゃない、雪だるまつくの、ありがとう。遊戯公園の青の洞窟、青の洞窟って何、行ったことないかも。遊戯公園は行ったことあるけど。さあの九州ならおでん種で餃子入れないの、餃子入れんとって。え、おでんに餃子ですか。入れないですね。餃子は焼き餃子が好きなんですよ。さあのは焼き餃子が大好きです。うん、あおでん、あでもさ、お店とかで食べるしゃぶしゃぶとかやったらさ、水餃子とか入ってたりするよね。うん、いつも水雑炊って言われるとつい振り返ってしまいましてそういうこと、あの雑炊さんとね、雑炊雑炊雑炊ってことね点点ね、確かに。カースのカーコさん、レインボースターありがとう。水餃子ね、そうそう、水餃子はさなんかね入ってたりするじゃん。でもね、お家でお鍋する時とかは絶対入れないですね。餃子は焼き餃子がいい、うん、今年も宮崎餃子1位取れるから。取れるよ、取れるよ、めっちゃ売ってますよ。だって、うん、空港にもめっちゃ売ってるし、なんかさよくさお店のあれ何、お店のあれじゃない、何だっけ、なんかそういうイベントとかよくやってるよね、餃子祭りみたいな、うんうん、よくなんかテレビとかで見る餃子、宮崎餃子祭りみたいな。そう、昨日鍋で食べてた鍋の、昨日鍋で食べてた鍋の残りで雑炊食べました。あ、そういうことか。最近鍋食べる方が多いってこと。じゃあ、ソウスイさん I love you、 ありがとう。でもそらちゃんの家は手作りだから調査対象外だっけって。いや、そんなこともないんですよ。そんなこともなくって、そんなこともなくって、買うのもめっちゃ多いです、うん、そう、空港行ったら買うこと多いし、普通にスーパーとかでも買うしって感じ。そう、作るやつが一番好きで、家族みんなで。でも作るの大変なんで、そう、買うことも多いよって感じ。うん、作るやつの方が好きでもね。そうだから調査外じゃない、全然調査内だわ。うん、買っちゃうもんね。あ、そう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 、空港にね餃子売ってるんですよ。そうそう、買ってみて、みんな。買う単位は100個から、いや買うときは別に数は分かんない。作るときは100個単位です。100個単位じゃないな、作るときは100個とかですけど、買うときは分かんない。買うときは何パックとか、そんな感じ。トカチンさん決勝ありがとう。宮崎の鍋って何鍋ですか。え、宮崎の鍋、宮崎の鍋ですか。人それぞれやないかな。うん、お家で餃子作ったら何個作ったか報告しないのって。あ、分かった、お家で餃子作った、じゃあ次から報告するわ
いつも100個か125個だと思うよ。今年で買ってます。あ、今年も売ってる？売ってるかな。じゃあ今年ぜひ。うん。鍋はさ、鍋はあれやない。人それぞれ違うくない？うん。お疲れ様ごー。トゥ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 餃子作ったらファンスパーで送ってね絶対ダメ、生物ダメだわ。ソースイさんハートありがとう。ゆうちゃんハートありがとう。餃子ね、みんな宮崎餃子食べたことある？ちなみにあれですよ、ネットで買うとねめっちゃ売り切れてたりするんですよ。それからもう何ヶ月も待ってる、あの宮崎県以外に住んでる方は何ヶ月も届くの待ってるんですよ。そういうの聞いたらなんかびっくりしちゃう。普通に売ってんのになーって。うん、トカチンさんお花ありがとう。ネットはね売り切れらしい。ソースイさんメロディーありがとう。何が違うの？種類が豊富なんです種類が豊富、めっちゃ豊富。なんかね、ラーメン屋さんによっても味が違うし、あとね、めっちゃカラフルな餃子があったりとか、あと皮がもちもちだったり、パリパリだったりとか、まあ焼いた感じも違ったりするね。そうそう、だから具材も違うと思う、お店によって。種類が豊富でいろんな餃子がある。うん、そう、ラーメン屋さんに言っても全然違う、全然違うね。あとなんか中が、なんか春巻きみたいな中身のやつもあれば、なんかシャキシャキしたお野菜が入ったやつもあれば、まあいろいろですね。全然これが特徴ってわけじゃなくて種類が豊富かも、私が思うにね。バリエーションが多いね。お持ち帰りが多い。そうそうそう、餃子の丸岡と高鍋餃子、うん、有名ね。そう、黒兵衛さんも有名だし、まあたりも有名ですね。そう、浜松とかを抜いて1位なので、宇都宮と浜松、宇都宮ですよね。宮崎ってチキン南蛮美味しいよね。チキン南蛮めっちゃがチキン南蛮めっちゃが美味しいね。チキン南蛮有名です。宮崎旅行した時に宮崎餃子のこと調べたけど、特徴がないのが特徴って、そう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 、特徴がないんですよ宮崎餃子って。何が違うのって、そうコメントです。たまにさ餃子の話すると聞かれるっちゃけど、本当に特徴とかなくて、お店それぞれ味が違う、お店でね。そうだから自分の好きな餃子を見つけることがきっとできる。うん、全部がパリパリじゃないし、全部がもちもちでもないから、そう具も違うしね。そうそうそう、あ、そうゆりなさんがさ、そう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 、波動旅行でね宮崎来ててめっちゃ嬉しかった。私も写真見た時、てんちゃん餃子っていうお店出してくださいって。そらちゃん餃子、てんちゃん餃子、いいねいいね。来てくれるみんな。チキン南蛮ももは、ももは、もも肉か胸肉かで分かれる。あ、分かれるね、確かに分かれるね。前も言ったけどちゃんぽん好きな
ちのおかんが宮崎で食べたちゃんぽんが最高と言ってた。あ、そう、あのね、小倉さんのちゃんぽん有名ですね。あのカップ麺になるほど有名なんで、そう、カップ麺とか売ってると思うからコンビニとか買ってみて。でもね、そう、小倉のちゃんぽんのカップ麺は400円ぐらいする気がする。そう、高め。うん、まあでもそれでお店と同じような味が食べれたらまあいいですよね。お店行ったらもっとするから。そうそうそう、チキン南蛮の小倉、そうそうそう、小倉のちゃんぽん有名ですよ。うん、私はでも小倉ではチキン南蛮かハンバーグとかしか食べたことないですけど、ちゃんぽん有名。あ、でもちゃんぽんのね、多分カップ麺は食べたことあると思う。トカチンさん、ラブレッタありがとう。餃子に何をつけます？ウスターソース、とんかつ、待って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 、ありえん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 、酢醤油でしょ。酢醤油か、もう味なし、そのまま素材の味。神戸の餃子は味噌だれで食べるのさって。味噌だれ、おしゃれ、めっちゃおしゃれ。今日は誰が来人やるって、1時間くらいかな、1時間ぐらいかな。そうですね。味噌だれ食べてみたい、食べてみたいね。うん、お酢と胡椒が好き。お酢に胡椒入れるってこと？美味しそう。え、お酢に胡椒？すごい。ちゃんぽん最高では、ちゃんぽん最近ではね、うん、リンガーハットよく食べます。あ、リンガーハット美味しいもんね。長崎の方に美味しいお店聞いたら、リンガーハット勧めるっちゃろね。それぐらいリンガーハットが美味しいらしい。美味しいよね、確かに。味噌だれ美味しいね、やって。すごい有名。今度もしかしたら新宿のコンネ行くかもって、行ってみよう行ってみよう。サウナも行ったことないけど本当に行きたいんだよね。でも餃子は黒酢と胡椒、黒酢と胡椒、あ、やっぱ胡椒に、じゃあ酢に胡椒入れるのは有名なんや。川崎にも餃子に味噌だれのお店がある？川崎、神奈川。そう、今年ね行きたいっちゃけどね。そう、なんか4年間さ、めっちゃ東京通ってたじゃないですか。だから行きたかったんですけど、どさんこプラザとかあっちに行きましたね。有楽町の駅前にあるドサンコプラザと沖縄のやつは行ったんですけど、新宿のコンネ行ってないな。あの新宿にね行くことがそもそもないんですよね。そう、なんかさ、有楽町とかさ、なんか乗り換えとかあったりするやん。そう、コンネ行ってみたい。うん、そう、1週間長崎に行った時に毎日ちゃんぽん食べてました。リンガハット？有楽町はアンテナショップ集まってるからいいよね。あと何かあったがね、何か何個かないね。うん、有楽町ってそんな行く機会あるかなって。いや、有楽町そんな行く機会ないですけど、なんか乗り換えとか。え、新宿の方がね全然行かないんですよ。新宿あとね、なんか新宿難しいよね。新宿難しくない？新宿だってまだ3回ぐらいしか行ったことないはず。多分新宿は、まあ、乗り換えはありますけど、ちゃんと降りたのは3回ぐらいしかないな。いや、わかる。こんなに行かないとだよね、私は。わかるよ。
きますね。トカチンさん、メロディありがとう。うん、え、待って、どっかにさ、そう、どっかにね、そう、愛媛のなんかアンテナショップ見たことあるわ。うん、大阪の宮崎ショップ行こうかな。行って行って。あ、そう、渋谷原宿にめっちゃ行ってました。うん、そう、渋谷原宿めっちゃ行くね。うん、シゲオ007さん、ダルマさん、ありがとう。そう、でも行ったことあるアンテナショップは、まあ今年は行ったことないけど、まあ宮崎と、地元なの、宮崎県と北海道と沖縄、うん、しかないかもしんないな。そう、ヤス1983さん、イケメンウィンターくまちゃん、ありがとう。あ、これクリスタルくまっていうんですね。ありがとう。クリスタルくまちゃん、じゃ成長した。新宿東京駅から中央線快速で15分で行き着きます。あ、え、東京と新宿って1本ぐらいじゃないっけ。あれ15分もかかったっけ。ありゃ、イケメンくまちゃん、イケメンくまちゃん、クリスタルくまちゃんだったんですね。秋風さん、久しぶり、こんばんは。シアトル、あれ、待って待って、新宿と東京って回ってあ、違うね、東京の隣は神田と、うん、違うね、まーんって真逆だわありゃ、あ、中央線か、新宿は。いや、でも東京の隣は神田、あ、新橋、あは、新橋だわ、私が思ったの、新橋、新橋、新橋ですね。新橋だよね。ゆうちゃん、決勝ありがとう。新橋だ。神田の隣は秋葉原、ごめんなさい。そうですね、そうですね、ごめんなさい。神田の隣は秋葉原、そうですね。東京の隣は有楽町か、有楽町、あ、そうですね、有楽町じゃん。そうで、有楽町やん。有楽、ね、新潟じゃない、絶対違う神田、そう、神田と、神田と有楽町ですね。で、浜松町の隣が新橋、新橋ですね、ですね、ですね。なんで新宿が出てきたの。新宿の話してたからかな。新宿、新宿は四ツ谷の、四ツ谷とかの方か。新潟、新潟行ったことないわ。新馬、あ、新馬元気ですよ、ちゃんと元気ですよ、マフラーしてますよ。バシンバシン、新馬、四ツ谷知ってるよ、四ツ谷知ってる。なんだっけ、あと、うん、四ツ谷、待って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 、わかるよ。中央線だよね、ね、うわ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 、まま、待って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 、出てこんけど言わんでほしい、待って待って、四ツ谷の隣がね、あ、待って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 、わかる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 、めっちゃわかる。あの、国立競技場が見えるんですよね、電車の中から。
あ、出てこないや。あ、水道橋もあるね。え、ちょっと待って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 、めっちゃわかるんです、私。ちょっと待って、うん、待って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 、うーん、待って、なんだっけ、なんだっけ、なんですっけ、四ツ谷隣、あの国立競技場が見えるんですよね、知ってますよ。やばい、出てこないや。トカチンさん応援してくれてるね、ありがとう。千駄ヶ谷、千駄ヶ谷だ、千駄ヶ谷だ。あ、信濃町もあるね、千駄ヶ谷だ。まあ降りたことはないんですけどね、千駄ヶ谷だ。ありがとう、ゆうちゃん。四ツ谷もよく行きます。四ツ谷よく行く、何すんですか。四ツ谷って何があるんですか。降りたことはないですけど。あ、東京、東京、神田、お茶と水、水道橋、井戸橋、市ヶ谷、四ツ谷、あ、信濃町、信濃町挟むっけ。あ、あれよん、千駄ヶ谷、ありゃん、あれ千駄ヶ谷か四ツ谷どっちかで見えますよね、国立競技場。あ、信濃町を忘れてました、ごめんなさい。水道橋、飯田橋、市ヶ谷、四ツ谷、信濃町、千駄ヶ谷、代々木、新宿。ほー、なるほど、詳しいですね、皆さん。みんな詳しいな。美味しいお店が2つ、あ、美味しいお店があります。とんかつですよね、きっと。それは東京ドームシティは行ったことあります。ある、あるよ、数えれるぐらいしかないけどね、1、2回とか。あ、じゃあ四ツ谷から見えないってことは、千駄ヶ谷からですね、きっと。信濃町イコール神宮球場、あ、信濃町なんや、へえ。高円寺、東中野、え、待って、新宿、大久保、東中野、中野ってことは総武線かな、全然わかんない。でも高円寺、大阪の駅名しか知らん。あ、大阪はね、もう一個もわかんないよ、一個もわかんない。新大阪しかわからんわ、うん、わかんない。ターボーさん、キラキラ、ありがとう。全然わかりません。なんかめっちゃ詳しいやん。だって4年間も東京通ってたんで。中野は焼肉食べに行きます。中野行ったことないですね。総武線乗るとさ、なんか中野駅みたいなのあるじゃん。あ、梅田ね、梅田はわかるわ。梅田ぐらいならわかります。中央線、総武線、山手線、何があるっけ、あれ青いやつなんだっけ。ハブさん、スノードもありがとう。宮崎から東京に通ってたってパワーワード、確かに確かに。パワーワードだわ。あ、京浜東北線、それ京浜東北線、そうだね、青いやつね。緑が山手線、黄色が総武線、オレンジが中央線。うん、もっちさん、ハブさん、決勝ありがとう。
白は、白は新幹線。発音が違う。待って、発音違うってどういうこと。総帥さん、メロディーありがとう。中野サンプラザ営業は終わってます。建物はまだ壊されていませんが、もうすぐでしょ。ええー、そうなんや。何、中野サンプラザって何。総帥さん、キラキラありがとう。ハブさん、決勝ありがとね。全然わかんない。阪急そばは立ち食いそばで一番も、中野サンプラザ知らないの。中野サンプラザって何？お店？さあちゃんが立ったステージで一番思い出に残ってるホールってどこ？一番はちょっと選べんけど、ピアアリーナと武道館と熊本かな。この3つはなんかすごく、そうですね。中野サンプラザはコンサート会場だ。サンプラザ中野知ってますか？サンプラザ中野って何？お店。全然わかんない。いや、佐賀はもう、佐賀はでも一番最初なので記憶にとても残ってますね。熊本ツアーは本当に桜の木になろうの、ピンク一色の、一色で染まる客席が印象深くて、そうすごくね感動した。すごく素敵な景色だったんですよ。あれは本当に素敵でした。いや、一番はね選べないんですよ。そう。あ、TDC ホールはねもうとても緊張しましたね。すごい上まであって、しかも君に時間のやつですよね。虹が出たよ。君にじね、難しかったな。もう入って超数ヶ月だったんで。真心さん、 I love you、 ありがとう。そう、熊本城ホールね、すごい本当に素敵だったな。しかもなんか熊本城ホールめちゃくちゃ綺麗だった。新しいよね、あれ。私たちがステージ立った熊本ツアーってあれできて何年なんやろ。ねえ、オレンジと空色の推しペンライト振りましたって、ありがとう。振り回してほしい。あ、ウランちゃんお休みもらえたの。よかったね。ヤッホー、頑張ってるバイト。中野サンプラザで卒業パーティーしたなって。すごい。熊本城ホールの椅子座りやすかった。どんな椅子、どんな椅子。熊本城ホールのね楽屋めっちゃ広くてね、楽屋の方のさ、何、廊下っていうっけ、めっちゃくちゃね綺麗でした。そう、新築の香りがした。そう、あれ何年ですか、何年ですかあれ。いや、1年、すごっ、めっちゃ嬉しい。めっちゃくちゃ綺麗だった。ふかふかやった。よかったよかった。じゃあファンの皆さんもメンバーも
すごく心地、居心地の良いホールだったんですね。そういうことだね。え、そう、あの楽屋も広くて廊下も広かったので、番号を振ってお水と練習したりしてた。みんなでダンスの練習してた。あの立ち位置の番号を振って、そう、去年のピューロラ、去年かピューロランドも、もうエイトの日は最前列に近かったので自分的には最高でした。よかった、確かに近かったね。覚えてる、ソウスイさんありがとう。決勝、うん、ピューロランド、サロン8の日はサロンの正面に来てくれて最高やったなってねえ。もうピューロランド最高だったよ本当に。もう1時間早いな。皆さんありがとうございます。本当にゆうちゃん決勝ありがとう。アッシーさんもこんばんは。うん、ドドド、思う存分コメントしてください。めっちゃ面白い。休憩中だもんね、ゆっくり休んで。15分延長して、15分 OK、 15分延長するわ。じゃあせっかく見に来てくれたもんね。バイト中なんでしょ。熊本城ホールメインホールのこけら落としは19年12月、え、調査めっちゃ最近、何か数ヶ月で建てたのかな。ソースイさん I love you ありがとう。ウランちゃんレインボースターありがとうね、嬉しいよ。アッシーさんハートありがとう。ウランちゃん待って、休憩中にありがとう。待ってね、まだ見れるかな、まだ見れる、書いても間に合う、間に合うかな、今から書いて。カラスのカーコさんレインボースターありがとう。あー目標達成、またありがとうございます。皆さんラーメン食べながらラーメン食べてんの、休憩中にやるね。間に合う、今から書くよ。待って難しいな、ちょっと待って待って待って、超難しい、超難しいソリ、これどうなってんの。どうなってるの、ね、え、すんごいことなっちゃったけど、なんかとってもすごいソリかけないことが分かった、私には。あ、まかないか、マジでよかった。9時だから終わってるかと思って焦ったって、まだギリやってたわ。うらんちゃん待って、うらんちゃん超画伯になっちゃったけど、クマソリタワーありがとう、ありがとわ。うん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 、ちょっと待って、ちょっと待ってね。うん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 
ありがとう。ま、ひでて待っ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 て許して許して、これが一番難しかった一番難しかったんだよ一番難しかったの。ソリはここからここまで、ソリ、はい、ソリここからここまでソリ待って、あのこれトナカイの角、これも角、ソリこれどう、ダメクラッカーにしか見えないってクラッカーにしか見えない、まあ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 、ソリだからさ、私がソリって言ったらソリじゃん、みんなどう？うまい？超画伯になっちゃった。まあクラッカーソリってことにしとくじゃん。そうね、もっと大きい紙に思いっきり書いたら上手かもね。確かに、ただのソリうまく書けるようになるね、いつか、いつか言うね、いつかなるね。ねえ、なんかさ、ソリむずいソリ難しかった、とっても難しかった。うまいうまい、褒めてくれた。だいたいソリって知ってるわ、知ってるわ、ソリ知ってるよ。でもさ、ソリむずいんだもん、むずかったもん、むずい。ありがとうありがとう。むずいのでよかったむずいのでよかった。ちょっとさ、今日めっちゃ画伯な気がする私ね。めっちゃさ画伯だよね。だって見て、ワサップさんのソリとクマちゃん、これで見て、ナンさんの虹が一番多分うまいって、これがスカイツリーじゃなくてクリスマスツリーで、ソリどうですか、誰がうまかった。結構うまくない、ゼロイって何、え、ゼロイってのゼロイなの、クリスマスツリーが出てこなかったなんか東京の話してたからスカイツリーって言っちゃったよね。おでんもなかなか上手だと思う。うん、あのこれおでんじゃなくてさ、あのツリーなんだけどさ、どうどう、そう、私がソリって言ったらソリだから、そうソリだよこれは。そうそう、いや違う、おでん食べたすぎて書いてたないって、あと5分、大変、ラーメン食べ終わらない、ラーメン食べ終わらんやろ、もうあと15分延長してもらい、そう私がルールです、そうサラノンルール、なんかセブンルールみたいな感じ、そうそう、延長15分まであと5分、え早くない、めっちゃ早くない、早いですね、早いですね、とても早いですけれども、まあとても楽しかったんで一回ソリの写真をじっくり見てみてね見たことあります、元気もらったから爆速で食べるっていっぱい食べて、いっぱい食べて頑張って、あと5分で食い終わらな、てか合戦中の、合戦中の武将やね、確かにすごい、本当に詰まっちゃうよ、早く食べたらダメだよ、ゆっくり食べな、うん、締めまで頑張るって、ファイト、真心さん、雪だるま作ろう、ありがとう。もともとサロンの配信は時間経過が早いの、早いですか、やっぱり
私もなんか体感10分、体感10分ぐらい、5分10分ぐらいな感じする。でもファンの皆さんのおかげですよ、それは。ファンの皆さんがたくさんコメントしてくれるから楽しいんですもん。うん、ぶっちゃん、ハートありがとう。終わったらゆっくり DM 送るね。うん、メンションでもなんでも、みんなも送ってね。うん、あ、そう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 、私はそうですね、時間が早くなる魔法の学校に通ってたんで。そうです、ちょっとこういう時間が早く経過する魔法のね、技術をね習得いたしました。ゆうちゃん、キラキラありがとう。飲み物忘れた。え、飲み物忘れたって、待って、ラーメン、お口の中ラーメンで今からお仕事するの大変だな。ちょっとお水ぐらいもらい、うん、よし、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。とくちんさん、ミキダルムツクロありがとう。じゃあランキング読んでいきますよ。13位はまごごろさん、ありがとうございます。12位はしげお007さん、ありがとうございます。11位はゆうちゃん、ありがとうございます。10位はハブさん、ありがとうございます。9位はトカチンさん、ありがとうございます。8位はドマさん、ありがとうございます。7位はヤス1983さん、ありがとうございます。6位はカラスのカーコさん、ありがとうございます。5位はナーとマーク、スワちゃん愛おしい、大好き、スワちゃんしかカタン、ありがとうございます。4位はワイサッピさん、ありがとうございます。3位はユーティーゼータさん、ありがとうございます。2位は国陽さん、ありがとうございます。そして1位はウランちゃんでした。ありがとうございました。皆さん、今日はたくさん見てくださって、応援してくださってありがとうございました。皆さん、今日もね、ゆっくり休んでください。スクショ、せーの、イエイ。ってことで皆さん、今日もありがとうございました。じゃあ明日はお昼とか見れる？お昼とか見れるのかな？お昼も見れるならお昼と夜とかに配信しようかなって思うんですけど、どうですか？お昼と夜とかか、お昼、お昼と夜、お昼と夜にやった方がいいかな。お昼がいい。お昼だったら何時ぐらいがいい？あ、まあハンルームでもいいので教えてください、見れる時間帯を。羽山さん、ありがとう。決勝、じゃあ皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。お昼は一瞬来ますね。なるほど、お昼と夜でさ、アニは見れないらしいって。お昼でも、お昼とさ夜でさ、みんなそれぞれ見れる時間帯はさ、ファンルームに送ってほしいです。送ってください。そう、コメント、このコメント欄だとさ消えちゃうので、残るようにファンルームの方に、ショールームのファンルームの方に、明日のお昼と夜で見れる時間帯を送ってくださったら調整したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。なんか多い時間帯でやりますね。で、もし夜と昼でも分かれてたら、それぞれやろうかなって感じでやっていきたいと思うので、皆さん無理なく見れる時間帯に遊びに来てくれたらいいなって思ってます。そう、ニュージェネレーションは特にこちらのゆるいべの家電イベントの方は10日までやけど、ニュージェネレーションの方はそう24日までって、そう長期的なので、そう皆さんゆっくり無理なく見れるときにたくさん応援してくれたら嬉しいなって思うので、
皆さんいっぱい楽しい時間過ごしていきましょうってことで、皆さん今日もありがとうございました。はい、じゃあさ、毎日あの見れる時間って送ってください、明日に限らず、うん、ってことでじゃんけんしていきますね。せーの、ソラロンじゃんけん、じゃんけんぷ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 ん、みんなありがとうございました。そう、みんなあのこれから朝の日課にしてください、配信見れる時間帯、お昼と夜書いてほしいです。お昼の時間帯と夜の時間帯、まあもちろんお昼のこの時間帯しか見れないよって方はお昼だけでいいっちゃけど、そう、お昼も夜も見れるよって方は見れる時間帯書いてほしいです、うん、書いてください。ってことで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。そしてニュージェネレーションライバーとイベントの方も応援してくださってありがとうございます。じゃあ皆さん、今日もすごく冷え込んでるので、みんな暖かくしてゆっくり休んでくださいね。じゃあみんな今日もありがとう。それではおやすみなさい。みんなありがとう。バイバーイ。おやすみー。